毎度みゆちゃいです。今日は自由ですということで、今日は自由新宿フラッグス店さんにお邪魔しております。なんと開店前に、貸し切って撮影させていただくことができたので、本当にご協力ありがとうございます。ということで、今日は自由で春服コーデを組んでいきたいと思います。昨日から自由の公式インスタをこう見て何買おうって探してたんですけど、もう4コーデぐらいはすでに欲しいのがあるので、4は多分確定に買うかなって感じで、今一周こうさらっとこう見てんけど、もうすでに可愛いのめっちゃあって、これ時間かかりそうやなって思ってるんですけど、ちょっと時間が限られてるので、ちょっと駆け足でお買い物したいと思います。それでは早速見早速買い物始めていきます。はい、ちょっともうすでに欲しいパンツを見つけたので、ついてきてほしいです。はいこれが欲しくて、最近こういうテック素材っていうののパンツ流行ってるやん。それが自由さんでも出てて、この膝のところにさ、このクシュクシュっていう加工入ってて可愛いね。これはもうインスタ見ても欲しいと思ってたんで、これは買います。待って、サイズは私 M でいいですかね。裾も絞れる。じゃあちょっと長めで裾を絞ってボリューム出したいと思う。 M にします、サイズは。待って、羨ましいで、いっぱいあるもん。可愛いの。可愛い。みこういうクロップド丈のやつ好きやねんけど、半袖のジャケットみたいな。確かに結構動画で見かけるかもです。私はい、でもな、今日もこんな短い、こんなんばっかり似合いそうですよね。そう、やっぱスタイルアップして見えるから好きやねんな、こっち系。何色にするちょっと待って、まだ今っぽ。かわいいやん、これ。こんな感じ。あー、いい。サイズは M。 黒か迷うけど、一旦白にしときます。かわいい。かわいない？これにシースルーの中トップス入れたりしてさ。あー、いいですね。いいよね。これスカートが合わせたいな。確かに。もうちょっと同じ素材のワイドパンツ、かわいい。でもまた白ばっかり。まあいいか。かわいい、これ買います。身長157なんですけど、大体自由では S か M かやな。一旦これ買います。公式インスタにめっちゃ着回しとか、はい、最新のコーデの情報いっぱい載ってるから、そこでチェックしたら買い物めっちゃスムーズと思う。いいですね。みゆもしてきたけど、今日さっきのもめちゃめちゃ人気なんですよ。黒の S しかないと悲しい欲しいと思ったやつ全部人気で、さすがですありがとうございます。これのなんかベージュっぽい色が欲しかったけど、前にスリット入ってて。わー、前にあるの。そう、黒も良さそう。ちょっと後で見ます。ちょっと待って、これにしよっかな。可愛いな、これの。あー、合いますね。いい。こういうさ、シンプルなワイドパンツ持ってたら何でも合うからさ。アクセント安いの大事ですよね。そう、しかも足カバーできるからいいねんな。あー、最高ですね。で、上こういうさ、クロップド系のシャツとかトップス合わせたら超スタイルアップしてみるから、ミューもめっちゃ好きで。もう何枚も持ってるでもここまでトゥルトゥルのやつは持ってないかも。もうより春感がありますね。そうそうそう。いいんちゃうこれ、うん、S で入るかな。いや、余裕だと思いますよ。いけます。まあいいや。やばい、白とかベージュコーデばっか出来上がっちゃうGU のいいところは、合わせやすい服が多いっていう。多いね。で、カラー展開もいっぱいある。そうですよね。ちょっと今2色迷ってるから両方持っていきます。あ、かわいい。あー、プリーツスカート。かわいいな、これ。このネクタイシャツみたいなんて置いてますか。もうない。結構ないかも。でもサイトで見てきたんですけど、みゆさんが目星つけるやつほぼ売れないのよ。やっぱ GU はかわいいの売り切れんの早いからさ、出たらすぐ買わなあかんな。あ、これ一応入れます。はい、リスチェ。あー、安っ990円。ありがた。重ね着めっちゃこれいいです、ね、かわいいよな。中にシースルー入れてもかわいいし、あ、さっき選んだやつ合うんちゃう。ね、黒もかわいない。あ、めっちゃいい。黒かな。
しかも今こうシャツの上に合わせてるから余計黒が生えて可愛いな。確かに今の服だと袋の方が好きかもしれない。なあ、ちょ可愛い。黒にします。なんか目の線とか欲しいね。小物その辺にありました。なあ、可愛い。ピアス590円。これ可愛くない？で、これ買おう。8万でゴールド。で、ほら、イヤーカフだってさ、パンコついて590円。すごい、可愛いの。あー、いい。よくメガネかけるもんな。かけてますね。これも990円。あ、1000円いかないんだ。いかない。すごい。どっち？どっち？ゴールドとシルバーと黒、どっちも好きだな。こっちにします。可愛いよ、これ。おしかもガッツリ止まりそう。かわいい。大きいですね。うん、あ、これにします。私めっちゃ毛量多いタイプやねんけど、これ止まりそう。かわいい、韓国っぽい。選んだの見たら白の方が使いやすそう。で、白にします。こういうの今流行ってるよ。なんかこの形よく見るよ。みこれかわいい。これ1個で完結しそう。私は 23.5 やから、じゃあ M にします。これからコーデ紹介しますので着替えてきます。いらっしゃい。みーん。こんな感じにホワイトコーデに仕上げたんですけど、まずトップスの説明からしようかな。こんな感じの、なんていうの、ポコポコ加工みたいになってて、それぐるっと一周全面にあるんだけど、でクロップド丈の半袖、素材がシアーっぽいからちょっと派手な下着とか着たらちょっと映るかもしれへんねんけど、控えめな下着着てもらって、こんな感じ、全然透けは気になれへん感じのトップスで、それにも最近流行りのこのパンツ、このシャカシャカテック素材っていうんかな、のボイッシュな感じのパンツ、今めちゃくちゃどこのお店どこのブランドもいっぱいこういうパンツ出してると思うんだけど、それが GU さんからも出てて、形もめっちゃ綺麗。ウエスト部分も絞れるデザインがついてて、両サイドポケットついてて、後ろも両サイドポケットついてます。裾もこう自分の好きなボリューム加減に絞れるって感じ でこれ絞れへんかったらこうストーンって落ちる感じでも、みゆは絞ってこうボワッとボリューム出したかったから結構ギュッと絞りました。で、何が可愛いってな、ここのな膝の部分にさ、タックというかキュッて、ここ2つキュッキュッてなってるの分かるかな。うん、シワ加工じゃないですけど、なんていうの、タックっていうの分かんないけどが入ってて、ここもこうホワッてボリューム出るようになってるの。シルエットがめちゃくちゃいい感じ。めっちゃ可愛いこれ。お尻もさ、大きく見えへんやろそんなに。めっちゃお尻でかいんだけど、私ストンって見えます。そう、めっちゃ可愛いわこれは。はい、こんな感じで他のカラーもあって、ピンクも気になってたからピンクも買って帰ろうと思います。黒もあって、黒も絶対使えるねん。そう、だからこれは持っといた方がいいって感じの、あのコーデ。あ、で、スニーカーがホワイトとちょっと黄みがかったクリーム色のちょっとバイカラっぽい配合になってて、ソールブールも厚めになってて、これがまた足首綺麗に見えたりするから、もうドンピシャのスニーカーが GU さんに置いてたので、まあ、速攻で選びました。じゃあ次、みこんな感じで、またもちょっと韓国学生っぽい感じのスタイルにしてみました。ストライプの水色のクロップドシャツにグレーの学生スカートっぽい、前にタグが入ってるミニのスカートに、白ソックスにさっきのスニーカーを合わせました。と、あとちょっと襟結構くって立ってて、こう一番上まで締めたら詰まってるので、髪の毛下ろすより上げてた方が、特に骨格ストレートさん、私なんですけどは、あのいいかなと思って、ブラックのヘアクリップかなの GU さんで購入しました。で、なんかこれさ、ホワイトとブルーのストライプやねんけど、ブルーのさ、主張がこうあんま強くなくて、こうパキッとしたストライプじゃなくて、それがまた合わせやすいの。もう大好きなクロップド丈やからさ、インして着膨れるっていう、あの、心配なくて、やっぱ長いとさ、インしたらさ、腰回りめっちゃ着膨れるやん。そう、あれがみゆめっちゃ合いで、だからクロップド丈のもんばっかり買うねんけど、そう、クロップド丈の可愛いストライプのシャツがあったので選びました。で、スカート、これスカートじゃなくて、あの、スカートパンツみたいなキュロット、キャロット、キュロット、キュロット、ちゃんと中にズボンのインナーがついてるセットになってついてるって感じです。でさ、これ脱ぐわ。実は中に仕込んでてですね、まあ、こういうこれだけの着方もいいねんけど、ああ
すごい。そう、なんかこんな感じでちょっとここ首詰まってるから、こういう着方は変やねんけど、上だけは絶対ボタン止めて、ちょっとこうチラ見えするのも可愛いかなって感じで、逆にこのシャツは着なくてこれだけでも十分可愛いと思う。あ、いいですね。そうそうそう。とかもうちょっと同じこのグレーのジャケット上から羽織ってみたりとかも可愛いかなって感じで、うんうん、シースルーのシアートップス、ちょっとラメ入ってんね。あー、わかります。そうそう。にブラックのビスチェを合わせました。これ中にシャツとかでも可愛いと思うね、このビスチェ合わせ。でも今回はちょっとシースルーのトップスで合わせてみました。いかがでしょう。そう、これ黒でも可愛いと思うよ。黒黒でもはい、そんな感じで次みーん。2人目のコーデこんな感じで、ちょっと年齢に合わせたというかシンプルで結構誰でも着こなせそうなファッションにしてみました。ザ・丸の内って感じじゃない？めっちゃ大人っぽい、ね、丸の内レディーって感じやんな。お姉さんバリバリ仕事できそうやろいやもうできるできる、ね、できるよね。さっき着てたチアのトップスに上からノースリーブのロングジャケットを合わせて、下同じ色味のワイドパンツを合わせました。靴は今流行りの厚底サンダル、こういう形の多分厚底サンダル流行ってると思うんですけど、それが自由さんにあったのでチョイスしてみました。ユニット感があります、ね、そうそうそう、ぷっくり感が可愛いやろ、うんうん、なんかこのスタイルにパンプス合わせてもらえればパイもそのままおしゃれに出勤できますよって感じだと思うんだけど、大人女子って感じに仕上がったかなと思います。すごい、どんな系統も揃いますね。ね、でこれあのちゃんと両サイドポケットあって、お安いプチプラ系のブランドさんとか、こういうジャケット系ってポケットついてるけどフェイクでここ入らんかったりとかすんねんけど、ちゃんと前ポケットついてますのでめちゃくちゃ便利。めっちゃシンプルなパンツで何にでも合いそうなパンツやねんけど、形がめっちゃ綺麗。横から見てほしい。ああ、なんていうの、パンツによってはさ、ポコってお尻も大きく見えたりとか、腰回り膨れて見えるパンツもあんねんけど、ウエストマーク部分もちょっと太めやし、ストーンって落ちる生地やからめちゃくちゃ横薄く見えて、もみはめっちゃ大好きです。メガネも自由さんで選んだものです。そう、このスタイルにこの丸メガネぴったり似合ってるなと思って、全然なしでも可愛いねんけど、ちょっとこうやってかけた方が雰囲気も出ていいかなと思ってチョイスしました。じゃあ次み。超ラフな、ちょっとさ空港ファッションっぽい感じに仕上げてみました。結構普段デートの時以外とかは、友達と遊ぶとかオフィス行くとかの時は結構こういうスタイルが多くて、ゆるっとな超楽な、なんであのコーチ系のパンツとかもめっちゃ重宝するなと思って選んだんですけど、まずパンツはメンズで、これ実はであのサイトで見てて、そう欲しいってなって、自由さん来たらまさかのメンズでびっくりしたんやけど、メンズの今これ S を履いてますけど、あの S ちょっとでかいから XS もあったんで、もしあの買う方がいらっしゃったら XS でいいと思います。でこれ前ポケット両方サイドついてます。上がまた可愛くて、これもめっちゃ韓国っぽいので、これ中こんな感じでストラップというか肩紐の部分こういう二重になってて、中キャミやねんけど、このキャミの上にこんな感じの超クロップド丈のカーディガン、ちょっとピチッとなカーディガンって感じで、これもまさにもう今っぽいあの春アイテムやなって感じで選ばせていただきました。みーん。はい、ってことであの後もお買い物をして、普通に私物で欲しいものとかも購入して今帰ってきました。いかがだったでしょうか。みゆいつもお洋服選ぶときは、まあ、値段とか流行りとか、まあ、いろいろあるやん、お洋服選ぶ基準って。でもみゆは一番シルエットというか着痩せいや痩せればいいだけの話やねんけど、着痩せをやっぱ重視して、どんだけスタイルアップして見えるかっていうのを重視してあのお洋服は選ぶねんけど、今回自由さんでもそれを基準にお洋服選ばせていただきました。まあでもちょっと限られた時間の中でやったから、ゆっくりこう吟味してお買い物っていうのはできなくて、ちょっとバタバタバタっとお買い物しちゃってんけど、ほんまに他にも可愛いのいっぱいあったから、今回紹介したコーデの合わせ方以外にも今年のトレンドを取り入れたいろんなコーディネートが無限に組めるなって思ったんで、とにかくほんまにトレンドを抑えた春服アイテムがいっぱい
ぱいあったんで、ぜひぜひ皆様自由に足運んでみてください。しかもなんせ安い、安いから2食買い3食買いとかなんか平気でしてしまいそうになるのね。だからさっきもさ、さっきさこのさシャカシャカのさチェック素材の白パン使ったやん。でさ色地でさピンクみたいな橙色みたいなも買って、あとさ黄色も可愛かったし、あのグレーも可愛くて、4食買いするところをあのもぎちゃんが止めてくれました大満足のお買い物です。ってことで今今回こういろいろ私物も含め買い物してきてんけど、あの動画に映ってないアイテムたちはインスタの方で紹介するかもなので、インスタもチェックしてみてください。ってことで皆様いかがだったでしょうか。またね、今回店舗を貸し切らせていただいたっていう、いつもと違った感じのコーデ紹介というかファッション動画になってたと思うんですけど、どうだった実際お買い物するとことかも映してみて、またこれが好評やったらお店側に撮影協力がお願いできたら第2弾第3弾やっていこうかなと思います。たくさんコメントください。ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。ほなまた明日、バイバーイ。